二人で福来たるを始めることになりました。え？クリスどっか行ってもうた。どっか行ったん？どこ行ってんあいつ。いや分かれへん。ええー？多分なんかちょっと痺れ切らして、だいぶ怒ってたから。せやん。俺らこれから二人になんねん。マジ？うん。もう14歳だけや。いやそう。考えられへん。やばいやん。これからマジでどうしようかって思ってんねんけど。マジでマジで。で、まあ緊急で動画回してるんですけど。うん。出た。光るやん。だからもう、俺はもうどうしていいか分からへん。分からへんな。でもこれはもう二人で頑張っていくしかないと。いやもうもちろん。間違いなく。うん。で、待ってくれてる視聴者の方もいるから。それはもちろんですよ。うん、だから俺らで、これから二人でやっていきます。すいません、そこよろしくお願いします。よろしくお願いします。失踪します。はい、ということでおはようございます。今日は失踪動画ということになっておりまして、もうちょっと限界が来まして、もうメンバーから離れて一人失踪しようかなと思っております。じゃあ失踪動画ってこれ何なんだって思うと思うんですけども、これはコムドットさんのやられてる動画、完全に企画をちょっとお借りしまして、コムドットさん、いつもお世話になっております。すっごい伸びでした。びっくりしましたね。あんなに伸びるとちょっと僕は思ってませんでした。舐めてました、完全に。今度靴を舐めさせていただきたい。で、僕がもう僕っていうのもやめようか。いつも俺僕とか言ってない。俺なんよな。なんか動画やと僕とかになっちゃうねんけど、まあ、俺がどういう人間なんだっていうのをもう知ってもらいたくて、今日は旅行に出かけたいと思っております。だから今日はまあ他3人は出やんし、もう俺一人の動画やから、そのいつもみたいなお笑いお笑いとか掛け合いがあったりっていうわけでは全然ないねんけど、まあこれはこれでまた別角度の動画ってなってるんで、まあよかったら最後まで見てほしいですね。これはそして高評価も、お願いしたいし、チャンネル登録もお願いしたいし、でなんかプレゼントとかも送ってもらえるとすごい嬉しい。ということで、まあこの失踪でどこに向かうのかと言いますと、和歌山県の白浜に向かっていく。これはなんで白浜なんかっていうと、俺のお父さんの実家が白浜で、まあだから言ったら第二の故郷みたいな感じなの。すごい遊びにも行ったし、ただでもじいちゃんばあちゃんはもうちょっと亡くなってて、いないんで、今はもう別荘みたいな感じにしてずっとあるんで、今日はそこにもう一晩、ゆっくりしていこうかなと思うし、お世話になった白浜、大好きな白浜をちょっと伝えれればいいかなと思って、じゃあ今日は一日よろしくお願いします。いきますよ。せーの、笑う角には福来たる。さあ、ということで和歌山県白浜町に到着しました。イエーイ。和歌山県白浜町の白良浜というビーチに、います。まだまあ4月ということで全然人はいないんですけども、まあちょろっとビキニの方がいらっしゃるんで、遠目にいますんで、ちょっとそのニュアンスだけ映そうかなと思います。これ男性視聴者多いんでね、これすいません、ちょっとだけ失礼いたします。ビキニの方、はいだね、はいボケ、無理映すか、いるわけねえだろバーカ、4月のこの寒い時期にいるわけねえだろビキニの女が、考えたらわかるだろ、へへ。まあせっかくビーチ来たんで、まあもう走ろうかなと、シンプルに。ただまあ泳ぐことはさすがにできないんで、まあ走るだけ走ってやろうかなと思っております。はい、遊び終わりました。いやー楽しい。和歌山やっぱ楽しいな。この旅はね、僕を知ってもらう旅ということなんで、合間合間にちょっと視聴者の方にいただいた質問を答えていこうかなと思っております。あらかじめインスタでね声かけてますんで、インスタフォローぜひ皆さんしてください。そして質問答えてくれた方ありがとうございます。じゃあ質問開始いきたいと思います。まず1個目、経験人数何人ですか？50から70の間。コムドットです。僕は多少、遊んでます。トイレの平均時間、2時間53分。
何でもいいので最近のマイブームを教えてください。困ってるおばあちゃん助けること。何部やった？中学がバスケ部で、高校サッカー部。クリスの由来は、本名こちら。はいね、大体こんな感じで。なんで今からとりあえず、飯食いに行きたいと思います。伝え忘れてたんですけど、今時刻もう6時ぐらいですね、大体。なんでもうこれがほぼ夜飯になるかなと。まああと夜は親の実家戻って、まあ一人でちょっと晩酌しながらつまむ程度で、まあそこでより深いことを喋っていこうかなとか。この先もどうぞご覧ください。ちょりちょり。はい、おつー。ということで、ラーメン屋到着しました。和歌山ラーメンって店名かな、取れるんかどうかわかんないんですけど、確認して、これさえやったら自分だけ取ろうかなと思います。それでは、いざ入店。いざ着丼。はい、ということで、和歌山ラーメンの大盛りを注文しました。こういう動画取り慣れてなさすぎて、何を喋ったらいいのかとか全然わかんないんですけど。じゃあまあ、あれやろうか。個人的なプロフィールみたいな。ちょっと前の質問コーナーでも言ったけど、ここでももう一回おさらいしようかな。身長2メートル12で、体重が27キロですね。生年月日は1920年の、年齢は今102歳、大牛座です。あとこの後の予定で言うと、親の実家で、まあ、先祖代々のお墓があるんで、そこにちょっと、顔出して頑張ってるぞっていうのも伝えようかなと思ってたり。じゃあちょっと失礼します。ズズッとガブリ、うめんだよな。外はカリッと、中もカリッと。めっちゃうまい。はい、ラーメンいただきました。大変美味しかったです、後ろ。ということで、じっちゃんばっちゃんに、会いに行きたいと思います。ちょりちょり。はい、お墓参り。久々。おー、なかなか。はい、おじいちゃんとおばあちゃんのお墓でございます。ポンポンポン。まあ、僕という人間を知ってもらうということなんで、まあ、言いますけど、こういうのは僕好きではないんですけど、身内とかをその動画に出すっていうのはすごい俺は好きではないんやけどね。まあ今日ぐらいは出てもらおうかなと、おじいちゃんおばあちゃんに。まあこうやってね、 YouTube を頑張ってるぞっていう姿を見せれるのも一つ、祖父母孝行なのかなと。おばあちゃんは会ったことないねんけどな、俺。会う前に亡くなってたね。ということで、花こちら買ってます。ちょっと、孫貧乏です、ごめんなさい。買えるのはこちら3本だけでしたね。まあでも喜んでくれるでしょう。これが物価なのかどうかはちょっと俺は分からんけど、じゃあやっていきまーす。はい、だいたい清掃終わって、花も飾り付けて、この黄色と白は自分が持ってきたもので、あとは元あったものですね。今多分これ見てる人はだいたい同い年か、まあちょい下とかになってくるとは思うんやけど、多分もうじいちゃんばあちゃんって、まあもう亡くなってる人もおるやろうし、まあ言うてもあと長生きしても10年20年とかの話やと思うから、もう関われるうちにどんどんだるがらみしていった方がいいよ。こういう作法とかわからんねんけど、ほんまなんか上から水はかけてはいけないとかあるらしいねんけど、まあまあ綺麗になった方がいいやろということでバンバンかけてますね。じゃあ YouTube デビューおめでとう、おじいちゃんおばあちゃん。見せてやりたかったね、この10万人いったんやでっていう。たまにはこういう真面目な姿もいいんじゃない、見てるけど。あとはトレトレ市場ちょっと行きます。ではトレトレ市場まで。あー、ちょりちょり。うる、到着したぞ、うる。でね、ちょっとね、あー、まあ一回外観見せようか。トレトレ市場なんですけど、まあ見てもらったら分かる通り閉まってそう。は？絶対に閉まってますこれ。あれ、どうしよう、一旦走ろ。まあ一応紹介しとこう。うん、やろ。海鮮系とかお土産みたいなのを全部売ってるような、めちゃくちゃ広い駐車場見せるわ。あっこまで駐車場やな。なんですけどちょっと閉まってるねこれは。
第5さんやね。あーじゃあ、明日の朝行くわ。その映像を撮っといて、今に差し込みます。もうそれでぜひ楽しんでよ、トレトレ一番味わってよ。ごめんねみんな。じゃあ明日の朝の俺をどうぞ。いや、さあということで、次の日の俺でございます。やっぱり結構パンダとか海鮮とかが多いイメージですね。まああと普通にご飯、海鮮とかいろいろ食べれるようなフードコートじゃないけど、まあそういう感じのところもあったりするんでね。ということでここでね、家族のお土産を買うって言ったんですけど、ちょっとチャナにお土産買ってやろうかなっていうふうに思ってるんで、ちょっと電話したいと思います。チャナに。チャナ今お土産店おんねん。普通になんかお土産欲しい。どれどれ、なんかどういう系とかあれば。海鮮系。オッケー、じゃあなんか海鮮系適当に買って持って帰るわ。ありがとう。いいのがあったらな。じゃあお大事に。はい、ありがとうございます。死ね。なんでやねん。はい、ということで、じゃあ海鮮系が欲しいみたいなんで、まあちょっと買っていこうかな。でね、あと質問で1個来とったので、その古着なんやけど買うときにどうしてますか、どういう風に選んでますかみたいな。古着を買うとき、服を買うときは俺はコーディネートを先決めてから買うようにしてますね。やっぱりお金ないから無駄遣いをしちゃうと厳しいんで、お金ある方はどんどん衝動買いしてもいいと思うんですけど、なんかバーってピンタレストとかインスタとかで、あ、このコーディネートいいなと思ったらそれの、似たようなのを買ったりとか同じやつを買ったりするといいんじゃないでしょうか。海鮮系のこっちにもね、なんかウツボとかがあったりするんですよ。あ、ね、薄川まんじゅう有名よね。はい、ということでね、今結構まあバーってなんか見てる感じ出てたと思うんですけど、お金ないです今今も昨日の夜いろいろ使って、すっからかんでございますお金が。チャナごめんなんかすごい買ってくるんや、優しいんやっていう感じの絵撮りたかったんやけど、よう考えたら俺金なかったわ。この後も引き続き夜とかは結構語ったりしたんで、ぜひ見てください。じゃあね、チャナ。さあ俺はいい買い物を済ませた頃なんでしょう。明日の朝の映像なんでちょっと俺は分からんねんけど、ということで続いて僕が向かった先はこちら、トレトレの湯。ポン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 。さっきの、トレトレ市場の上にある温泉のところですね。ここね、普通にいい温泉なんで、俺はちょっと温泉好き、サウナ好きなんで、ここに使ってから家に帰りたいと思います。それでは行きます。ちょりちょり、温泉上がってきました。いい湯でした。とてもトレトレの湯、皆さんぜひ行ってください。ということで親の実家到着でございます。イエー、だいぶ久々やね帰ってくるのは。ただいま、孫帰ってきたね。1階でだいたい今日はもう過ごしていきたいと思います。これが今日お世話になるお部屋ですね。この家ね、まあもう最近は年に2回とかかな帰ってくるのは。まあとりあえず一旦荷物とかをバーって整理して着替えて、でまあ晩酌と夜ご飯の用意をして、そこでちょっと熱い話をしていこうかなと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。あちょー。はい、ということで、着替えました。僕の部屋着はジンベエです。いいですよ。でね、俺は最近ハマってるねんけど、こちらウイスキー、そして、大好きな寿司で、まあこのお寿司を食べながらハイボールを飲みながら、インスタの方にくれた質問を、答えていきたいと思います。すごいな、やっぱり数が。コムドットさんとコラボしてからやっぱりコムドットファンの方がインスタ結構フォローくれたりして、やっぱりリアクションとかが増えましたね一気に。すごいありがたい、そういうのは嬉しいんで。じゃあね、ちょっと質問答えていきます。その前にどうぞ。失礼いたします。生きててよかった。女性の好きな髪型はこれぐらいのセミロングでちょっと外跳ねで茶髪やとより、おしゃれになるにはどうすればいいですか。まずもうこれは俺のファッション感っていうので答えさせてもらうんやけど、ダサいとおしゃれのこの違いって俺の中ではそこに熱を注いでるかとか、しっかり興味とかを持ってお金をかけて
どん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 ブラッシュアップできてるのかっていうのがおしゃれかダサいかの違いであって、例えばよくダサいって言われるのはヤリラフィーの格好とか、ああいうのがダサいってよく TikTok とかでは見られてるんやけど、それはその系統の中であんまりお金をかけてなかったりしたら俺はまあダサいな、興味がないんやっていう風に見てるし、それでもすごいそこの中でこだわっていいものいいものを求めてどん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 やっていってるんであったら、それはおしゃれやと思うしっていう、ただそこのジャンルの違いで、だからまあ俺の中でおしゃれになるにはどうすればいいですかっていうのは、もう自分の好みの服っていうのをどん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 知識とか、お金とかをかけてそこに時間と労力を費やしていくことがおしゃれになっていくっていうことやと思います。いいこと言ったんで、ホタテいただきます。あお。最近ハマってる YouTuber や見ている動画を教えてください。見ている動画、かまいたちの先生シリーズ大好きです。ハイサイ探偵団の釣り遠征シリーズ大好きです。どういうファンが印象に残りますか？なんかすごいこっちの利益のためやろっていう風に思われるかもしらんねんけど、すごいメンションしてくれたり TikTok 上げてくれたり DM をくれたり、アクションが多い子っていうのはやっぱりどうしても覚えてるなって印象に残りやすいです。なんでぜひ皆さん拡散とかの方よろしくお願いします。 YouTube でのやりがい、なるほど、面白い。まず大前提としてちょっと知ってもらいたいのが、ほんまにちょっと失礼になるんかもしらんけど、ファンとかを欲しいと思うことがなくて、っていうのもすっごい自分をよく言うの嫌やけど、笑ってもらえる動画、笑えるような動画を作れればいいなっていうのが、まあ、ほんまの本心。だからやりがいで言うと、いい動画を作れるか否かっていう。だから最近で言ったら、マジで良かったなって思ったのは、まあ、トレイス。あれ、企画バッて出したんが俺やってんけど、あれはほんまにいいの出せたなって思ったな。コメントでもブワーって笑いました。めちゃくちゃ笑いました。メンションでも、ここやばかったですっていうのはめっちゃ来た時に、うわーっていう。そこで一番やりがいを感じる瞬間やな。入れすぎたから。今後クリスマでどんな商品出るんですか？スタジャンとか出してほしいです。まあ知らない方のために言いますと、僕とチャナは、アパレルブランドクリスマっていうのを YouTube と別でやってまして、で実際そっちの方がやりたいこと本当、告知します。こちらの写真が、シャツと靴下が出ます。でこっちのシャツなんですけど、業者さんの関係でちょっと個数を限定にして売り出そうかなと思ってますんで、ぜひインスタの方フォローよろしくお願いします。クリス君のターニングポイントについて。俺のターニングポイントは中学から高校に上がるらへん。まず中学の時は割かしヤンキーグループに属してて、その中学の最後らへんにもう一つ違うグループ、クラスの仲いい友達みたいなんとちょっと関わるようになって、こっちはこっちで面白いなっていうのがあって、高校入った時はヤンキーをすると定額とかになるのが嫌やしっていうので、こっち系のクラスの友達系の友達を作ろうかなっていう風に思ってて、で高1になった時に、チャナリクとかと出会って、全然ヤンキーではないあいつら、でも面白いなと思ったからそっちとつるむようになったのが俺の分岐点かな。いつもは言えない3人に一言ずつ、本心の好きなとこと本心の直せよってとこ、ちょっと直せよまで行くと長いんで、まあもう好きなところとか言う。じゃあまずリクから。ね、YouTube に対する熱意がすごい高いなって。メンバーの中で俺が思うにリクが一番 YouTube に対する熱意高いし、追い込んでよっしゃ売れるぞっていう気持ちがあるってことはすごいそこに熱意を注いでるっていう証。だから今の服着たるの原動力の大きい部分は多分リクの YouTube に対する熱意とかっていうのがすごい大きいかなって俺は思ってます。コラボしようとかも言うのはすごいリクが多いし、連絡とかもまめに取ってここどうしたらいいですかとかを聞いたりするっていう、行動に移すっていうのが多分一番リクが多いなって見てて思うな。ただまあもう直してほしいところ言いましょうか。あいつは向いてないな、 YouTube に。もう俺と一緒やねんけど、完全にファン欲しいとかって多分あいつ思ってないよな。ただでもリクって漫才でやっていかなあかんってなると、もちろん人気者にはならなあかんのに、そこをできてないっていうところはどうなんかなって思ってるな。そこは直した方がいいんじゃないって思ってます。じゃあ続いてアツヤ。
いやほんまにこれ言うとなんか薄いなって思われるがちなんやけど、リクも前言ってた面白いところっていうのが俺もあいつの好きなところになってくるかな。一緒にやってるとより思うな、面白いな。立ち位置としては多分同じやと思うよ、アツヤと。ボケでまあ多少賑やかさなあかんっていう部分なんやけど、完全にもうアツヤの方がそこのポテンシャルは高いなってもう一緒にやってて思うし、語れへんなっていうのはまあ見ながら思ってるし、ただでもまあ直してほしいところの一個じゃないけど、もっとボケてほしいというか、もっとふざけててもいいのにって思うな。俺の中では結構見てて、アツヤってなんか真面目な部分多いなっていうのをすごい思ってて、それがまあいい方に転ぶことももちろんあるんよ。でももっとあいつがふざけていったら、福来たるっていうものが味濃く色濃くなっていくもんやと思ってるから、そこはちょっと直してほしいなと思ってるけど、まあニューリも一番好きなところはやっぱり面白さなんで、まあこれからも、アツヤの背中を見て、頑張ろうと思いますんで、どん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 面白くなって、どん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 ボケ数を増やしていって、絶対に追いつけないような、もうこいつには挑まない、一緒に動画を撮りたくないって思えるような存在になってください。これからもよろしくお願いします。でまあラスト、相棒チャナですね。チャナに一言、好きなところ、否定しないところかな。大体の人ってやっぱり承認欲求とか自己顕示欲とかっていうのがあって、誰かから意見をもらった場合でも、いや俺はこう思うみたいなんていうのは絶対どっかでは出てくると思うよ。ただでもチャナってほとんどそれがなくて、それが良くないなって思う時ももちろんあんねんけど、絶対にそこをこやんと自分をグッとこらえて、相手を尊重してそう言ってあげれるっていうのがすごい尊敬するな。これはほんまの意味で尊敬してるな、そこは。だからみんな多分チャナに話しかけることが多いし、コメントが多いっていうのも、俺はなんやろな、そこもちょっと起因してる部分かなっていうのは。逆にだから直してほしいで言うと、もっと欲を出してほしいっていうのはあるな。一緒に YouTube もやってて、クリスマもやってるから、一番あいつと関わる時間が長いのが俺やねんけど、その中で別にまあ意見とか企画とかは全然言うねんけど、それが自発的に出てくることっていうのがほとんどなくて、自衛ってなるとやっぱりどん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 アイデアを出していかな、指示待ち人間ではやっていかれへんっていうのが本心だから、そこはすごい直してほしいなって。もっと欲を出してやりたいこととかそんな言ってくれても全然いないなとは思ってるな。まあだからチャナの好きなところはそういうところやな。だからまあいいやつなんやろな、チャナは。相手のことをしっかり思いやれる人間なんやろなって思う、チャナ。でメンバーに一言、こんな感じでしたね。やっぱり恥ずかしいな、こういうのは。慣れてないし。じゃあまあ最後にファンの方に一言言って、この動画終わりたいと思います。まず大前提として、いつも動画見てくれて、コメントしてくれて、DM とかしてくれてありがとうございます。なんやろな、普段まあ俺とかリクとかは暴言を吐いたり悪乗りをしたりとか、こういう感謝を伝えるとかっていうのは全然できてないグループやと思うねんけど、それでも毎日応援してくれたり視聴してくれたりっていうのはすごい感謝でしかないなって思ってます。でこの先まあ離れる方ももちろん出てくるとは思うねんけども、ずっと残って見てくれてる方っていう人のために、これからもいい動画を作って、どん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 売れれるような人になっていきたいと思っておりますんで、こんなふつつかものですが、これからもよろしくお願いします。まあだいぶ喋ったんちゃう今日は。こんな時マジでないと思う。むちゃくちゃ恥ずかしいもん今。今日一日ね、最後まで見てくれた方本当にありがとうございます。福来たるクリスという人物はまあ大体こういう人物ですので、これからも福来たる一度よろしくお願いします。分かれへん、真面目にしすぎて動画の締め方分かれへん。この動画がいいと思ったら高評価を押してください。もう悪いと思ったら正直にバッド評価、おもんないと思ったらもうおもんなかったよっていうコメントをください。それでやっぱり次も頑張ろう、もっとおもろいものを作ろうって思うこともあると思うんで、ぜひ率直なコメントをお待ちしております。今日は最後まで見てくれてありがとうございました。
それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。無理ゲーやろ。